椿井議は奈良県伊駒郡ヘグリ町椿井にあった日本の城、椿井山城とも呼ばれる。椿井議は追起時期、上主に関する確実な資料が残っていないものの、当初は在地土豪の椿井氏の居城であったとされる。室町時代から戦国時代までの間に築かれたとみられ、現状では山林内に全長310メートルの長大な遺をよく残す。 最近は地元有志によって遊歩道や標識設置などの整備が行われ、定石の見学が要因になっている。2010年に地元住民の整備活動に便乗する形で、町による定石を公園とする計画が立案され、移行破壊を含む内容のものであるとして、物議を醸したが、現在に至り移行保護を最前提とした計画に変わって進行中である。 現存する椿意義は、ヘグリ町とイカルガ町の境界に近い、八田丘陵南部山城に存在する。南北310メートル、東西110メートルの規模を有し、最高所は北部の四角部。縄張りの移行は北軍と南軍に分かれる。尾根城の5箇所を堀切りで遮断し、角や横堀や土塁や土橋などを設ける。中心となる角は北軍の四角で、 東側に土塁を置いて、下に横堀を回して防御する。核の組み合わせも複雑で、切り岸による防御線を重ねつつ場内ルートの流れにも工夫が見られ、全体的に戦国時代末期の手法を示す。南の核軍は、おねじょうに核を直線的に廃し、東側に石積み以降の一部が残る。土塁も部分的に散在して古い様相を留めるため、 南軍が古く北軍が新しいという特徴を指摘する声もあるが、最近の説では南北両軍とも同時期のものとする説が出されている。従来は土豪津林や島左近の居城として、それらの築城が言われていたが、資料では確認が取れず、上閣研究者の側からは松永男女を久秀が関わっているとの新たな考え方も出されている。 椿意義を、死ぎ山城の出城とする考え方もある。椿意義の縄張り図は、これまでに、日本上核体系の掲載図ヘグリ町教育委員会の報告書の掲載図などが知られていたが、最近の整備活動によったものか、こちらに掲載される縄張り図のほか、検索すれば、ネット上でも新たな縄張り図が公開されていて自由に見ることができる。 なお縄張り調査はまだ進行中ということであり、今後さらに新たな縄張り図が発表されてくるであろう。なお、ヘグリ町には、椿意義以外の城郭移行として、死山城、上昇北城、三里城、西宮城、下街都城、高安山城、陽道時間等がある。椿意義概念図2011.12、112011 20 11年あ部より、 北東白石畑への道の存在。東谷にある井戸とバックヤードの存在。正確な測量による各面のサイズ、掘り切りの深さ計測。追記種、島左根説。土橋や土塁の移行評価。周辺交通の要所による、戦地説。椿の関与の視察と、島左根及びつ,つい方、追記説。平等時間とのセット関係。 南よりの敵を想定した、城構え評価。平等時方面よりの途上道しさ。横堀部分への役割評価。追記室追参加、島左近説。南北それぞれの詳細評価。ここ防御の低評価。主上、南上との区分による別上評価。追記あるじは、言及なし。南北一帯一条及び北、中。 南区画に分けた追記思想の初評価。南よりの敵を重視した構造。場内ルートにおける、削地面への言及。移行面詳細分析による孤高の折れ、自然地形を巧妙に活かした不議への高評価。椿井京より安部を通った白石畑への街道はなかったとの評価。詳細な測量による正確な図面の初作成。追記思想の新解釈。 原村松永形状角と原村津追形状角との比較及び上角全体規模及び地勢等の分析による追記種検証。追記種松永形部小説。この円角は多くの伝承をもとにした推測が多く見られる。角伝承類について十分な検証はまだ行われておらず、あくまでも参考としたい。つばい図では、吉都氏の系統について、その後、 信ぶままでの記載があり、下河原の館に在住しまたは、下河原市というとある。北区画、中区画、南区画とは便宜上の仮称である。ありがとうございます。